松平近忠は、室町時代中期から、戦国時代にかけての武将。松平信光の三男。母は一説によると、一色氏、松平氏四代当主。徳川家康の六世祖父。大樹寺内にある松平八代墓の近忠の墓11月、はじめぬ方軍、鴨田号を根拠地としていたが、長京2年か、長京3年頃に、 父が死去したために家督を継ぎ、安城城主、安城松平家初代となる。しかし、間もなく出家して西忠と合した。近忠自身の知識はあまり知られておらず、三男なのに本当に家督を継いだのかどうか、一部では疑問視されている。三河物語では、父の信仰は長男に総領を譲ったとあり、近忠は文家的な存在に過ぎなかったとされている。だが後に、 安城松平氏から清康、家康ら松平氏を代表する人物が現れたため、地方が四大当主扱いされたと言われている。応仁元年伊田の里での第一次伊田野豪で、信濃や伊保の軍勢を破る。文明二年、現在の岡崎市伊賀町に、伊賀八万宮を創建。文明七年、鴨田号の館跡に、伊賀野号船の戦死者を弔うため、 松平氏母大寺の大樹寺を創建。文明9年代恩寺の回帰として、同寺を中興する。長京元年、麻生城の天の傾向を滅ぼし、旧男、上神を分立して成立した、滝脇松平家を配置した。明王2年、第2次大和合戦で、上野城主安倍氏、寺部城主鈴木氏、衣城主中城氏、伊保城主三宅氏、役者城主なすしらを破り、 運命を挙げた。明王五年、三男、長地下に家督を譲り、隠居。また公分立して、小牛松平家、滝脇松平家などを成立させたほか、第四子の孫牛は出家し、新興明寺十字などを経て、京都の浄土州総本山地王院十字を務め、皇室との関係を深めた。文岐元年8月10日に71歳で死去した。ありがとうございます。